とナイロンを使うのが多いのが、ビッグベイト、まあ、今年ねあのガンタレル、まあ、発売しますけれども、それまでもベイロンだとかね、まあ、いろんなビッグベイトをリリースしてきましたが、まあ、ビッグベイトはどうしても太いライン使います、まあ、そういった時にやっぱりこの太くてもしなやかなこのラインというのは非常にナイロンラインというのは、まあ、非常にマッチして使いやすいかなと。あとは、多少フロールに比べて伸びもあるんで、クランクベイトですね、まあ、こういったジェイコだとか、まあ、あるいはスピナーベイト、まあ、こういったものにも使って全然問題ないというふうに言います。まあ、ただどうしてもフロールに比べて、根ずれに対して弱い、あるいは、耐久性がないんで、ラインはねまめに先端部分どん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 切って使ってください。要はちょっとでも傷ついたら切る切る切る、もうそうですね、ルアーからそうですね30センチから50センチずつぐらい、もう糸を結び替えるごとに切っていくと、まあ、ナイロンのデメリットっていうのを克服して、十分に強度を保った状態で使うことができますね。であと、まあ、このパトレーターの特徴なんですけども、まあ、このラインの特徴は、ナイロンラインでありながら表面構造って比較的硬いんですよ。だからナイロンでありながら根ずれには強くて、あと伸びも少ないようになってるんで、まあ、よりフロロに近い感覚で使えます。まあ、ただし、まあ、十分にしなやかさを保ってるっていうところで、まあ、ナイロンのデメリットっていうのをできるだけなくしたラインの仕上がりになってるんで、まあ、通常ね今までフロロしか使ったことのないっていうアングラーも、まあ、比較的違和感なく抵抗なく使えるんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで僕はフロロカーボン、まあ、レッドスプール、それからレグラムですね、まあ、さらにはこれから出るパトレーター、まあ、フロロとナイロンを今後使い分けて実践で生かしていくことになると思います。